はい、どうもこんにちは、こんばんは、テトです。よろしくお願いいたします。今回はですね、ゲームのアプリのゲームの紹介をしたいと思います。で、武器投げ RPG っていうゲームなんですが、もしかしたら前回やったかなやったかもしれないけど、それのバージョン2が出てきましたので、やりたいと思います。結構ね、面白い。バージョン1は一応クリアしました。で、すごいやり込みました。で、バージョン2ですね。で、やり方としてはバージョン1とほぼほぼ同じなってます。ただストーリーみたいなのがちょっと違ったりするのかな。あと鍛冶屋もあったよね。ただアイテムがちょっと違うね。飛空石のかけらとかヘビーランスとかなかったんで。ただ装備とかは変わらず、でキャラクターもおそらく変わらずかな。巫女とかいなかったな。でもですね、でどういうゲームかっていうのをちょっとご紹介したいと思います。まだ始めてそんなに、経ってないんで、まだレベル7なんですけど、で武器が3種類あって、それぞれ軌道が違います。一番左のやつだと下をまっすぐ行く、で2個目のやつだと中ぐらいの真ん中ら辺を飛んでいく、で右のやつだと上を飛んでいくっていう、この3種類があります。でそれをうまく使って、敵を倒していくというゲームになってます。でそれぞれ武器に耐久度みたいなのがあって、敵よりも耐久度が高ければ、敵の攻撃を防ぐことができると。こうやってキーンって言って、要は同じ武器で同じレベルだと耐久度が同じになるんで、お互いが相殺される感じになるんですが、これは今多分僕の方がレベル高いのかな。まだ3なんですけど、レベル。で右上のレベル7って書いてあるのが、領主の、レベルなんですけれども、その他に武器のレベルがあって、下の武器のレベル6、レベル5、レベル3、この武器をね、どんどんレベル上げていくことが大事で、レベル上がれば上がるほど、敵の攻撃を防ぐことができるし、あとこの9とか6とか書いてあるね、469って書いてあると思うんですけど、これが、右のパラメーターで今 HP BP ってあると思うんですけど、 BP っていうのを消費します。 BP を消費して投げるので、この BP 消費する BP が、少なかったり少なくなるので、レベルが上がったら少なくなります。そのためにもレベルを上げていくと。今レベル上がったね。いったかな、8個になったかな。あー、変わんないか変わんなかった。トナカイ強えな。これ2個投げてくるよね。よいしょ、さすがに食らう。で結構この相殺するっていうのが大事で、ヒットポイント限られてますから、相殺しつつちゃんと敵にダメージ与えていくことが大事。さあボスバトル、返り中してやる。強いかな。あ、待って、あ、相殺したね。お、いいよ、全部相殺できる。よし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 、これはチャンスだ。なんで敵が投げてきた時にこっちが投げる、基本的には。で敵の BP の量もしっかり見て、敵が BP 少なければ、アイテムじゃない武器を投げることができないので、そういう時はガンガン攻めて大丈夫。よいしょ、あ、やばい、食らった。 OK、 いいよ。斧くんじゃないこれ。
止まるか。よいしょー、もうちょい。まあまあこれは勝てるかな。一応上の軌道であれば上の軌道であるほど、与えるダメージ でかくなりますんで、それを使っていくといいですね。イエース、まあ、ざっと見せた感じこんな感じのゲームになります。こんな感じで武器をボン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 投げて敵を倒していくというようなゲームになってます。イエーイ。おい、おとなしくしろ。なになに、なんか捕まってきたけど、俺のバックには抵抗がついている。うははは、あ、ボスか。お困りだよね。私はカリウド、カリウドの仲間だった。よーしという感じで、ちょっとしたストーリーもありますので、ぜひぜひやってみてください。ツイッターで後であげよう。ジュエル10個もらえるじゃん。ここが、要はジュエルを使って、いろいろアイテムをゲットできるんですが、ここでまず買わなきゃいけないのが、防具枠は絶対。防具枠絶対と、あとなんだっけな、どれだ、これか、ジュエルが出やすくなるこれだ。この商人のウサギも買わなきゃダメで、さらにこの行動力の瓶、小瓶、雫は絶対買った方がいい。ってなるとめちゃくちゃ必要なんだけど、真っ先に買うべきはこれだね。ジュエルが出やすくなるっていう、要はこの課金アイテムが出やすくなるアイテムを真っ先にゲットすべきなんで、まあ、77個はとりあえず集めなきゃいけないんだよね。でオンラインではないんで、オフラインなんでどこでも遊べるんですけど、一応スタミナっていうのがあって、1個ステージやるごとにスタミナ消費していきます。最初だと5だし、最後今やったやつだと10消費するんでガンガン減るんですが、で5分で1回復するのかな。まあオンラインじゃないんで、オフラインなんで、あの自分がやりたい時にやればいいんじゃないかなと思います。でここの装備も自分で好きに、セットすることができて、例えば、上の軌道がいらない、一番上のね、3段階の一番上の軌道いらないんだったら、この手斧をナイフとかに変えちゃえば、下の軌道2つとあと真ん中の軌道1つっていう風に分けることができたりします。でここの組み合わせももう自由自在ですね。でマックスで5個まで使えるようになるんで、まあ、5個使えるようになった時にどう組むかっていうのは本当に人次第です。まあ、基本的には下真ん中上っていう1個ずつを選択しておくのがベストなんじゃないかなと思います。でどん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 新しい装備出るんで、新しい装備はどんどん買っちゃっていいと思います。買わないと、ね、強い装備できないんで。といった感じですかね。あとはお供っていうのがあって、お供はいろんな効果をできます。これの子は時々ヒットポイント回復なんですけど、それ他にも今ここに取得数書いてあるんですけど、23種類ゲットできるんで、いろんなお供がいます。名前変更できるんだ、領主マジか。でここの職業はこの熟練度っていうのを上げちゃう
上げていかなきゃいけません。で、まあ、熟練度はバトルすればバトルするほどゲットできるんですけど、レベル5にすると、要はこの上の4つの、ここからここまでの4つの効果を、他のキャラに変えた時も適用されるっていうものなので、まあ、要は漁師をレベル5まで上げて、じゃあその次美穂さんレベル5まで上げて、その次剣士レベル5まで上げてっていう感じで、全職業全キャラレベル5まで上げていくという作業が必要になってきます前作ではやりました、かなり。といった感じですかね。あとは防具なんかもいろいろあって、毒を防ぐだとか、速さアップだとか、あとは守備力アップ、あとは、攻撃力アップ、あ、ヒットポイント BP もあるので攻撃力アップもあるんで、これも装備のここの3つね、この3つをうまく組み合わせて自分の好きなようにするのが攻略の鍵になってると思います。はい、といった感じで、こんなゲームです。じゃあもう一個だけ、もう一回だけやろっか。ステージ 2-1 クリアできるかな。ちょっとクリアできない可能性もあるからねちょっともう一個だけやろう。じゃあ、はい、女騎士。あ、でも総裁できるから倒せるな。はい、やたらめったら投げてると敵の攻撃が食らっちゃうんで、まあ、僕基本的には、BP をマックスまで貯めます、戦闘終了までにマックスまで貯めておいて、戦闘開始後に3つを一気に投げます。このいつものスタイルで言うと、でもここはゆっくり、BP の回復をね見ながら、でヒットポイントはマックス、ここでトトトンと、まあ、この最初の3連投げだけでもだいぶヒットポイント削れるんで、よしよ、モンのレベルが上がったね。この子は真ん中が多いのかな、あ、上か。で、敵によって下しか投げてこない敵とかもいます。なので武器を一個ずつ持ってるのがいいかっていうと、そういうわけではない。下しか投げてない敵だったら、下を2つとか持ってた方が、2つ3つ持ってた方が相殺できるのに対応できるんで、音も仲間になった。今、左から飛んできたと思うんですけど、あいつが、敵の属にいるときに飛んでくると新しいお供をゲットすることが。でこれ負けるね多分。ファイヤーが強すぎる。いや間に合うかな。ダメか。あ、1残った1残った。待って、間に合え。よっしゃあぶねヒットポイント1とかマジで焦るから。よっしゃラッキー。こほら音も獲得、ハルキューヤ OK です。で新しいところ行くと装備ゲットできるんで、まあ買わなくても、まあ、ギリギリ戦えるのであれば、こういうのをゲットするとレベルアップした状態のものを装備することができるんで、まあ、これもこれでいいんじゃないかなと思います。はい、それでは、武器投げクエスト2のご紹介でした。ぜひぜひ、こういう感じのゲームちょっと面白いんじゃないかなって思った方はダウンロードしてみてください。もちろん無料なので、遊べると思います。では、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ぜひ評価コメントよろしくお願いいたします。も
し動画を気に入ってくれた方は右上の画像からチャンネル登録をよろしくお願いいたします。この動画の続きが見たい人は画面右下の再生リストから見ることができます。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。